皆さんお待ちかね、ついに出ました、おなじみグレートバトル第5弾は開拓惑星を舞台にしたウエスタン調のアクションゲーム。登場キャラは初登場のゴッドガンダムをはじめ、ライダー RX、 初代ウルトラマン、戦士ロアの4タイプ、それぞれ特徴のある武器を駆使して戦います。まずはゴッドガンダム、これのこの手が真っ赤に燃える、爆熱ゴッドフィンガーで敵を撃つ接近戦重視のパワーファイター。特殊能力は二段ジャンプだ。お次はライダー RX、 鮮やかなムチさばきは8方向に攻撃可能、ターザンプレイもできるテクニシャン。そして初代ウルトラマン、射程の長いフラッシュビームで敵を貫け、壁登りの特殊能力で難関も楽々攻略だ。最後は我らがヒーロー、バトルフォースの戦士ロア、渾身の力で投げるブーメランは上に乗って移動もできる優れもの。今回はロアと誰かの2人組でゲームを進めるペアシステムを導入。キャラクターごとに能力が違うので、選んだ組み合わせによって攻略法や取れるアイテムが変わり、さらにストーリーまで変わってきます。もちろんそれぞれのキャラクターにはそれぞれのエピソードがある。そのキャラクターでプレイしないと見れないので、一度クリアしてもまだまだ遊べます。いずれ劣らぬ主人公キャラが4人もいるグレートバトルシリーズならではの新システムです。またアクション自体は前作のシューティング要素にヒップアタックによるテクニカルアクション要素が加わり、アクションの幅が広がりました。敵を利用しながら移動していくと、通常では見れない思わぬ敵に出会ったり、隠しアイテムが手に入るなど、奥の深いステージ構成となっています。もちろん2人同時プレイも可能で、息の合った協力プレイが必要なステージも用意されています。そして今回の最大の特徴はガンバトルモード。セーブ劇といえば銃撃戦は外せません。敵と向かい合って戦うこのモードは横スクロールアクションモードとは全く違うゲーム性を持っており、敵の弾を避けつつターゲットを動かして攻撃する感覚はまさにガンバトル。空爆効果を使えば一気に殲滅、粉砕ビーム。ゲームに登場する様々なボスキャラはそれぞれ趣向を凝らして、攻略法が異なるので歯ごたえ十分。横スクロールアクションとガンシューティング、全く異なる2つのモードのコンビネーションで送るシリーズ最新作グレートバトル5は予価9800円で11月バンプレストより発売予定です。